今回のプレゼントはこちら、クック書とお土産セット、 T シャツやキャップなど1名様にプレゼント。応募方法は動画の後半に出てくるから最後までチェックしてね。サマーズとミスマリンちゃんとミスマリンちゃんのプレゼントが当たるドキドキ水着で内緒クイズ。チーム分けはご覧の通り、罰ゲームをかけてクイズスタート。それでは本日の内緒クイズはこちら。今回ロケでお世話になったコーディネーターのスティーブンさん、焼けてんな。昔日本の福岡県に住んでおり、あることをしていたんだけど、一体何だと思う？スティーブンさんが福岡でしていたことは何でしょうか？早い、はい、空手の先生。違います。スティーブン・セガールのだって息子じゃない？かなり似てますけど、うんうんうん、セガール系、うん、はい、ラグビー選手。選手？え？ラグビーの先生？言い直してます、言い直しなしです。いや、ちょっと今ドキドキして、ラグビー選手ワードが出てるから。惜しいな、惜しいよね。ラグビーのコーチ。いや、先生って言いましたもん。先生って言ったよね。先生、コーチと先生は同じ。選手、選手、選手でしたよ、最初。コーチと先生同じ。最初選手ですよ。ここの答えの一字一句間違えてないのはアミなのね、うん、はい、だけど最初にラグビーの先生ってチラッと選手って言った。選手って言いました。両チームとも言い分がありそうなので、ここは公平にじゃんけん。せーの、最初はグー、じゃんけんぽい。やったー。いや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 。正解はラグビーのコーチだよ。正解はラグビーのコーチ。20年以上も前になるけど、僕はクック諸島の代表選手だったんだ。ラグビー盛んなんだね。昔福岡に住んでいたことがあったんだけど、その時はコーチとしてラグビーを教えてたんだ。ということで正解はラグビーのコーチでした。ということで大竹亜美チームの勝利。アンジェロ・セイラチームは罰ゲーム決定。今回もこちらのパチンコ台を使って罰ゲームを決めちゃいます。それでは罰ゲームチャレンジスタート。スタート。何さっきの果たして今回の罰ゲームは、あら、あら、罰ゲームはウサギルペ。嘘？これ何だろう？なんか、うわぁ、何よ、なんかサンゴの産卵とかで嗅ぐような、同じ感じの匂いがします。仲間だ。怖いんですけど、なんか。それでは、罰ゲーム、執行。はい、ちょんちょいちょい、はいはい、ほら、匂わない。アンジェロ、すげぇ。あっ、なんでよ、おい、なんでよ。痛い。深呼吸して、深呼吸して。痛い。痛いっていう違いが。なんで。くせ。それではプレゼントの応募方法をお伝えします。今週の罰ゲームは何だったのかを明記の上、ホームページからご応募ください。以上、プレゼントが当たるドキドキ水着で内緒クイズでした。